津光は、日本の高校野球指導者、天理高等学校公式野球部元監督、大淀町議会議員。1929年11月11日、現在の奈良県桜井市に生まれた清水は、野球好きの父の影響で野球を始め、1942年に天理第二中学校に入学、遊撃手として、甲子園大会を目指したが、前年より、 太平洋戦争のために大会が中断されていた。九百四十四年、学徒勤労動員により、名古屋市の愛知時計におもき、千番校として、機関砲弾作りに従事する。終戦後の九百四十六年、再開された、甲子園大会の第二十八回全国、中等学校優勝野球大会予選決勝で、和歌山中に三の十一で、敗退、在学中に、 甲子園出場はならなかった。九百四十七年、立命館専門学校に進学、野球部では、米川康夫と同級生であった。九百五十年に、新生大学の立命館大学に編入するにあたり、野球部を退部し学業に専念する。九百五十二年卒業し、京都府会市編纂女子として報職し、九百五十七年、母校の天理高校に、 社会科教諭として採用される。清水は1958年に奈良健康野連の審判となり、1970年には奈良健康野連の理事に着任するとともに、天理高校公式野球部長となった。1975年8月まで部長として野球部を支えこの間、1972年の第54回全国高等学校野球選手権。 大会のベスト4進出に貢献している。また、講演会のアドバイスを入れ、1975年には、白黒コンと変遷を重ねてきたユニフォームを、純白に紫、ネームを銀紙で囲むものに変更している。1975年9月に監督に、就任、1976年は、鈴木康とも、福正明を養子春夏連続出場を果たす。 1977年の春にはベスト8進出。また、1978年の夏には、2回戦で、津田つねみの南陽校を、若解安市の本類田で下すなど、天理高校史上初の大会参照を挙げ、ベスト8に入る。1979年も春夏連続出場した。1980年夏、藤本博川本和弘。 小山正夫の2年生トリオを養子改心劇。準決勝に進み愛子をたけしの横浜高等学校に宇宙の熱戦の末に敗退した。主力が2年生のためにその後に期待が持たれたが、不祥事が発覚。野球部は1年間の対外試合禁止処分となり、清水も11月に監督を辞任した。甲子園、出場7回、通算12勝7敗であった。 部長としての出場は、春2回、夏3回の、計5回。1988年3月に、天理高校を退職。社会活動に携わる。1995年には、日本共産党から大淀町議会議員選挙に、立候補し当選。連続2回当選後、2003年は落選。その後、補欠選挙で無投票当選し、返り咲いている。2007年に4選。 任期中の2010年12月12日、81歳で死去した。ありがとうございます。